国民的アイドルとして活躍していた歌手、天地真理さん。月収数百万円を稼いでいたはずの美人歌手が、現在は老人ホームで破産寸前らしいです。当然、今の顔や体型も昔の面影がなくなっているのですが、一体何があったのでしょうか。一時期一世を風靡した国民的トップアイドルの天地真理さんですが、現在の姿がひどいことになっていると話題のようです。往年の天地真理さんを知っている人からすれば、この変化は受け入れられないのも当然です。かつてはこんなに可憐だった彼女も、現在ではどこに出しても、恥ずかしくない立派なおばさんになってしまいました。この変化を信じたくないファンも数多くいるようで、となるのも当然ですよね。著者はこの変化に驚きすぎて、最初不動一人物だとは思えませんでした。なんだかしばらく見ない間に一気に老け込んでしまったという印象を受けます。ライブ会場などでしっかりと化粧をして身だしなみを整えた天地真理さんを見ることができますが、その時もやはり劣化したという印象が拭えないです。ソロでも桁外れの人気を獲得したアイドル歌手の宝庫だったアイドル黄金期、その先駆けとも言うべき元祖女性アイドルの代表格といえば、1971年にデビューした天地真理だ。伝説的ホームドラマ時間ですよの隣のマリちゃん役でデビューを飾った彼女は、その可憐さと親しみやすさで幅広い分野で大いに才能を発揮、スーパースターとしてテレビの黄金時代を牽引した。そんな真理ちゃんの魅力が遺憾なく発揮された。自身初の看板組真理ちゃんとデートが現在衛星劇場のリクエストスペシャルとして毎週月曜日に放送中だ。国民的アイドルとしての清純なイメージが先行していたものの、もともと国立音楽大学附属校の声楽科出身で、美しいファルセットが持ち味だった天地。デビュー曲「水色の恋」が高い評価を得て、その後は明るく躍動感あふれる「一人じゃないの」や「虹を渡って」などのヒット曲を次々と生み出していった。そのデビュー当時の人気ぶりを語る上で、同じ1971年にデビューした南沙織、小柳ルミ子と共に称された新三人娘というフレーズも印象的だ。1970年代の芸能界は、オーディション番組スター誕生からデビューした森まさこ、桜田淳子、山口百恵による中三トリオや、西城秀樹、里ひろみ、野口五郎による新御三家などの人気絶頂期でもあった。昭和の時代を彩ったスターの共演は、今見ても心躍る華やかさだが、真理ちゃんとデートには、新三人娘の南沙織や小柳ルミ子、新御三家の野口五郎ら、そうそうたるスターが多数ゲスト出演している。1972年の10月から全26回にわたり放送された真理ちゃんとデートは、ミュージカル仕立てで歌やトークを繰り広げる楽しい番組で、ゲストには同年に公開された初の主演映画虹を渡ってって共演した沢田研二も登場。豪華メンバー揃いのゲストの中でも、天地のデビュー年である1971年にザ・タイガースが解散し、ソロデビューしたばかりの沢田研二が出演したハッシュタグ12は必見だ。当時の天地はキャッチフレーズ的に白雪姫と呼ばれており、一世を風靡した人気絶頂期のスター同士ならではのキラキラ感は圧倒的。お姫様的な雰囲気を持った天地真理と沢田とのツーショットは見応え十分だ。番組内で天地はドレミの歌、二人の日曜日、沢田はあなたへの愛、花はどこへ行ったを歌唱しているほか、二人のデュエットでこの広い野原いっぱいも披露している。今ではアイドルといえばジャニーズや乃木坂46などグループの印象が強いのだが、
一時代を築き上げた1970年代アイドルの存在は、また別格の輝きを放っている。アイドル的な熱狂をも生み出す一方で、ソロ歌手としての実力もオーラも桁外れ。今見ても全く色褪せることのないその魅力を改めて堪能したい。天地真理さんの今現在はどうしているのでしょうか。天地真理さんが老人ホーム暮らしで老後破産の噂は本当でしょうか。紹介していきますね。天地真理さんは1986年に結婚し、1987年に娘の青木真帆さんを出産しています。天地真理さんの娘の青木真帆さんのツイッターや、天地真理さんのファンクラブ事務局スタッフのツイッターで、最近の天地真理さんの写真は公開していませんが、スクリーンコンサート様子をたびたび公開しています。天地真理さんが現在は老人ホームで暮らしているという噂は本当なのでしょうか。天地真理の現在は老人ホーム暮らしは2年ぐらい前になりますが、週刊新潮で天地真理さんの記事が出たことが発端になります。1970年代前半に一人じゃないのなどの曲を次々とヒットさせ、スーパーアイドルとして一世を風靡した天地真理。現在川崎市の高齢者向け住宅に暮らしている。天地真理さんの老人ホーム暮らしは本当ですね。天地真理さんの老人ホームの費用はファンクラブの方が出してくれています。現在川崎市の高齢者向け住宅に暮らしている。ちなみにこの住宅は3人の入居者が次々と転落死していたことが分かった有料老人ホームと運営会社が同じだが、それはともかく、今の彼女の暮らしぶりはこうだ。月に家賃が14万円、食費が4万円ほどかかりますが、ファンクラブの方が出してくれていて、感謝の言葉しかありません。月々18万円の費用を払ってくれるとは驚きです。ファンってありがたいですよね。では、天地真理さんが老後破産という噂は本当なのでしょうか。天地真理さんに老後破産の事実はないことは、天地真理さんの公式ウェブサイトに記載してあります。この度、週刊新潮2015年10月1日号に、天地真理を取り上げた記事が掲載されました。これは事前の取材申し入れがなく、同紙記者が突然天地真理の住まいを訪れて、インタビューし、記事にしたものです。取材時には天地真理に対して、企画書の提示やどのような記事を書くかなどの丁寧な説明も何らなく、老後破産というテーマを大きく掲げる目的のための誘導的な質問がなされ、その質問に不安を覚えた天地真理の表情も撮影されました。そして取材後に記者は名刺を置いていくこともありませんでした。天地真理は優しい人柄でございますので、急に訪ねてきた年下の記者に対し、無限に追い返すことをせず接しました。天地真理の優しさにつけ入り取材が、なされたことを皆様にお伝えさせていただきます。天地真理さんが、スーパーアイドル時代とは風貌も変わってしまい、激太りでテレビに出演したりしました。週刊新潮の記事や激太りの画像がインターネットを通して拡散してしまい、天地真理イコール老後破産となってしまったようです。天地真理さんが老後破産と噂された理由はなぜでしょうか。天地真理さんはインタビュー記事で下記のように述べています。渡辺音楽出版との契約で、私が死ぬまで3ヶ月に1回5万円が振り込まれることになっていますが、全額娘に渡していて、普段の生活に使うお金は娘が週に3回2000円ずつ振り込んでくれて、それでなんとかやりくりしています。それは私に浪費癖があるからです。20代の頃から良い思いをたくさんしてきて、今でもその時の感覚が忘れられなくて、お金があると使っちゃうんです。このインタビュー記事のように、
天地真理さんのお金の使い方から老後破産と噂されるようになってしまったようです。このお金の使い方であれば確かに問題ありですね。現在は娘の青木美穂さんがお金の管理をしているとのことです。天地真理さんは1959年11月5日生まれの、現在の年齢は67歳です。1970年代の天地真理さんは白雪姫のキャッチフレーズ通りのとても可愛いアイドルでした。国立音楽大学附属高等学校を卒業しています。 TBS ドラマの時間ですよに隣のマリちゃん役で出演しました。天地真理さんは50代60代世代にとっては誰でも知っているスーパーアイドルですが、40代より若い人たちには馴染みが薄いかもしれませんね。天地真理さんのデビュー曲は水色の恋です。水色の恋はデビューシングルにしてヒットチャート第3位を獲得しました。綺麗な歌声ですね。水色の恋の後も恋する夏の日、一人じゃないのなどヒット曲を連発し、11曲連続オリコントップ10を記録しました。天地真理さんは小柳ルミ子さんや南沙織さんと共に新三人娘と呼ばれ、1970年代を代表するアイドルでした。昭和のスーパースターの天地真理さんは全盛期は月収300万円ほどの収入があったと話しています。収入は人によって違います。ただ現役時代と同じようにお金を使っていたら老後破産の方向に進んでいってしまうのはみんな同じです。老後の不安の一つ、お金の問題はダウンサイジングをして老後破産にならない容器をつけたいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。